泉灌外石は、福島県南相馬市原町区線にある、灌外石。阿武熊山地から投流する日田川が形成した、貸し段球場に立地する7世紀末から10世紀後半の灌外石である。発掘調査により、成長域、小層域、館が確認され、その所在地と内容から、泉灌外石を、道の区国行方軍群家とする意見が強い。 2010年2月22日に国の史跡に指定された。泉館外石は、阿武熊山地から太平洋に向い倒流する日田川と、その北岸に展開する丘陵の間に形成された、強小な貸し団球場に立地する古代の館外石である。遺跡の所在する福島県南相馬市は、古代の行政区域では、道の区国行方郡に属し、 遺跡の北1 5トルの位置には古代における日本最大級の製鉄遺跡群である金沢畜生鉄遺跡がある。遺跡の所在する南相馬市原町区政には古くから建物の礎石が残り古河原炭化米も採集されたことからその散布範囲は平安時代の寺院跡とみなされてきた。1994年原町市教育委員会の 補助整備事業に伴う発掘調査により遺跡の範囲は東西 1km にわたることが判明し、これを受けて市は遺跡の主要部分の保存を決め、2000年から遺跡の内容確認のための発掘調査を実施したところ、成長域、焦燥域、館と考えられる意向を確認した。検出した建物群は大きく分けて3時期の変遷が確認されている。 一期は七世紀末から八世紀初頭であり、建物群の主軸は、真北から東に触れた方位を取る。成長域は、遺跡中央の寺家前地区にあり、桁行き島、両行二軒の掘立柱建物の正殿と、それを、同、地形に囲む、掘立柱塀で連結された、前殿、後殿、東西脇殿の四棟の掘立柱建物からなる。その北西には焦�を構成する。 総中式掘ったて柱建物群があるが、区画施設は確認されていない。2期は、8世紀初頭から後半であり、建物群の主軸方位はほぼ真北に変わる。成長域の位置と規模、建物配置はほぼ1期を踏襲するものの、正殿は、四面被さし付け建物となり、前提部分は、玉石府になる。小倉域は、成長域の北西、約240メートルに移り、 祖石層柱建物群が、すほりの溝と掘立柱兵により区画される。また成長域から北西約520メートルの町池地区には、館と推定される掘立柱建物群があり、周囲は南面に八脚門を構えた掘立柱兵により、区画される。三期は、八世紀末から十世紀前半であり、成長域。 正倉域ともに規模を拡大するが、成長については、前田が失われ、後殿と、東、西脇田は、独立した建物となる。また、成長域の南方には、新高輪急稼道から伸びる運河が開作され、その周囲に掘った手柱建物群からなる施設が、造営されるが、2期に成立した館は姿を消す。成長域、正倉域、館での出土遺物については、 はじき、すえき、えんめんすずり、もっかんなどが出土し、缶画的な様相を示す。一方、遺跡た端の缶前地区においては、のき丸瓦、のきひら瓦、丸瓦、ひら瓦など瓦類の出土量が著しく多い、ことに特色がある。その中には、のし瓦、すみきれ瓦、鬼板、線などが含まれることから、同地区に、線石基段を持つ。 河原武器建物の寺院建築が存在した可能性も指摘されている。泉館外石は東西に長く南北に強小な貸し段球面という特徴的な地形に、漢画の主たる構成要素である成長域、焦燥域、館等が確認され、それぞれの構造と時期変遷が明瞭に把握できるという点で貴重である。 その存続時期は7世紀末から10世紀前半であり、その所在位置、規模などからこれは、道の区国行方軍がと推定され、古代国家の地方支配体制のあり方を具体的に示すものとして、極めて重要である。そのため、国の史跡となった。ありがとうございます。